皆さんこんにちは、昭和住宅の舞です。この度昭和住宅ではニューモデルハウスプロジェクトとして住まいづくりアンケートを実施しました。アンケートは家を建てるならどのような設備が欲しいか、どんな間取りにしたいかという内容で、お答えいただいたのは昭和住宅のモデルハウスにお越しいただいたお客様です。約1ヶ月間実施して38組の方にご協力いただきました。ご協力ありがとうございました。では実際にどんなお声が多かったのか、ランキング形式で発表します。それでは3位から1位まで発表していきたいと思います。第3位、3番目にご意見が多かったのがバルコニー屋根になります。突然雨が降っても洗濯物を濡らさずにずっと干しておけるバルコニー屋根、非常に人気な結果となりました。続きまして第2位、2番目に多かったのが浴室乾燥機です。雨が続いてもスピーディーに洗濯物を乾かせる浴室乾燥機、あるととても便利ですね。そして栄えある第1位、1位に輝いたのが室内物干しになります。共働きやコロナの影響もあってか、近頃の室内物干しの需要の高まりは普段から実感しています。これらはすべて家事や洗濯需要といったものに伴った結果となりました。また全館空調に興味があるとお答えされたお客様が多くいらっしゃったのは少し意外でした。コロナの影響で在宅時間が増え、お家で過ごす時間をより快適にしたいと思われる方が増えたのかもしれません。その他トイレやお風呂、洗面台を通るときにキッチンが丸見えにならないような間取りがいい、キッチンのコンロ前に油よけの壁や工夫が欲しい、防犯上安心して開けておける窓にしたい、来客も行きやすい手洗い場が欲しいといった具体的なお声もいただきました。これらはすべて実際にマイホームを検討されている皆様の貴重なご意見ですので、今後のモデルハウス作りに生かしていきたいと考えております。モデルハウスのご見学やその他おうち作りに関することなら何でも昭和住宅にご相談いただければと思います。お問い合わせフォームを概要欄に掲載しておりますので、こちらのお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせお願いいたします。今後も昭和住宅はこのような YouTube 配信定期的に行ってまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。